相手をするのは危険です。一旦離脱しましょう。 ありがとう、みんな。 私はミラルダ。グリークで旦那の料理屋を手伝っているわ。船は食材の買い付けの帰りに乗ったんだけど、あなたたちもロンバルディア号の乗客ってことでいいのよね？ええ。
よいしょ。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 宝箱だ。
これで一安心ね。追い払ってくれてありがとう。私、雲だけは昔からどうしても苦手で。それにしても、さすがは男の子ね。本当に頼りになるわ。それにしても、その年でいろんな修羅場を踏んでるだなんて、本当に大したものよね。前に話したかもしれないけど、私には子供が6人いてね。それも見事に全員男の子なの。みんなアドル君ほど強くなければ勇敢でもないけど、どうしても重ねてみちゃうのよね。みんないい子で、旦那もしっかり者だから元気にしてるとは思うんだけど。え？その発想はなかったけど、確かに私が生きてたって知ったら腰を抜かしそうね。アドル君の言う通り、その反応を見るのは楽しみかも。元気づけてくれてありがとう、アドル君。これはほんのお礼よ。ほんと可愛いんだから。さてと、ここにはお腹を空かせた大きな子供たちがたくさんいることだし、今日も精のつくものを張り切って作らなくちゃね。
厄介そうな相手だな。の類ではなさそうだな。鮮明が刻まれているようです。エレフセリア号。とにかくこいつが幽霊船の正体だったってわけか。とてもじゃないがボロボロで脱出には使えそうにねえぜ。でも昨日はちゃんと海に浮かんでいたはずだよね。そりゃ確かにな。こんな状態で一体どうやって。いや、それよりも誰がこいつを動かしていたんだ。
まあこんなものでしょうか。来ました。いい感じです。いい感じです。これは大きそうです。いい感じです。なんとか釣れました。行くぞ。なんだこいつは。僕の番だ。参ります。行きます。ヒットです。順調ですね。宝箱です。よい。僕の番だな。海賊船であることに間違いはなさそうだな。もしかして今まで島で見てきた亡骸はこの船の方たちだったのでしょうか。その可能性は高いかもしれん。まさか本当にキャプテン・リードがここへ。アドル、嫌な予感がするぜ。やっぱわしはここで退散させて。知らせる戦勝だと。閉じ込められちゃったね。もしかして船出発するのか。そんな一体誰が船を。わかりました。覚悟を決めるしかないようですね。現実離れしているというなら古代種も似たようなものだろう。
私の存在もそうかもね。それにしても海賊の人たち死んでるのに仕事熱心だな。ああ、全くもって見事な働きぶり、見習いたいものだ。お前さんたち、この状況でよく落ち着いていられるもんだな。わしもジョーちゃんもこの数分で一生分ちびりまくった気分だぜ。そこに私を入れないでください。